近畿から東北は雨が強まる恐れもあります。森田さん、明日もこういった地域は雨が強まる恐れがありそうですか？そうですね、はい、今日は太平洋側が強かったわけですけども、はい、明日は日本海側を中心に強くなりそうなんですね、はい。今どのように雨がなっているのかというところを見ていただきますと、熱帯低気圧が紀伊半島を北西方向に進んでいるんですね。ということで雨の範囲が近畿まで広がっているわけなんですけども、周辺を回る雨雲、これが関東にも今雨、そして雷を鳴らせているといった状況になっています。はい。で、この雨雲や雷雲、今後どうなっていくのかということなんですが、予想のものにちょっと切り替えてみたいと思うんですけども、予想の雨雲と雲ですね、切り替えたのがこちらになるんですけども、今夜から3時間ごとに進めていきますと、この熱帯低気圧に対応する雲というのが明日の朝にかけて北陸エリアに進んでいくんですね、はい。そのことによって発達した雲というのが東北エリアの方に伸びていくというような形になってきます。太平洋側の方は雨の降り方がだから弱まってくるということになります。はい。で、この雲を今度戻して取ってみたいと思うんですけども、雲を取ると雨の量だけが出てくるんですけども、強く降る部分というのが明日、北陸からそして時間とともに東北エリア、こちらの方に強い雨雲がかかるような状況になってくるということになりそうです。はい。低気圧、台風から変わった熱帯低気圧が通常の低気圧になって前線に取り込まれるという状態で、こちら雨雲が発達する傾向が出てくるということになります。はい。さて、明日の雨の強まりにも注意が必要ですし、これまでの雨量も多くなっているため、土砂災害の発生などにも警戒を続けてください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。